寝てんなおんね。どういうこと、どういうこと。やったー。お役に立ちます。一銭あげあげ金庫ね。おお、いやー、これね、やったろ、やったな、クラカークロム、これ。同じこと言ってた、全員思ったと。全員思ったと。違うんですよ、違うんですよ。これは、クロカークロムだと思わせるために誰かがやってます、わざと。俺、入れてるからね、みんな気をつけて。ごめんなさい、俺、読みすぎた空気を。すいません。違いますからね、違いますからね。クロムじゃないですからね。多分、藤宮あたりがやってます、これは。空気読みチャレンジやだろうね。これはいいペースで進みそうですね。あげあげい。これ、どうですかね、ケイさん、ボタン。どうですか？クソオブクソボ。いや、これは、はたさこどうよ、これ、クソオブクソボじゃない、これ。クソです。洗脳されてるよ。悪くなかったよ。いいタイミングだと。いやいや、あと、クロムちょっと、背景が見づらい。厳しい。優しくあれよ、畑さん。お前は優しく。畑さんの後輩キャラがなくなっちゃった。はい、高田さんが切ってました。高田さんが切ってました。僕見ました。え、切っ最低だよ、みんな。多分仲間あるも相方。え、僕。いや、わからん。いや、他の人は知らん。藤宮くんは誰がいなかった。
あの大名行列に。どこです？場所どこですか？やばすぎる。シャワーのね、手洗うところで並んでる。まあ7人ぐらい、まあ。僕はね、ちょっとね、遅れて入ったら、5、6人が縦に並んでて、シャワー。7人、7人。みんなで手洗う。いたらしい。こいつらは本当に。いなかったのは、富士、ゲン、クロム、アルマのこの4人以外全員だ。で、ゲンクロ。最後の方で来た。一応ゲン、僕は最後に行きました。あのゲンクロでコックピット行った時に一瞬アドミ見た時にシャワーに7がついてました。でその中に入ったらなんか絶対なんか怒ってるんだろうなと思ってボタン押しに行こうと思って今宿舎前までクロムさんと走ってます。あー、米サボ直したのは僕。米サボ直したのは僕です。これは見てます。はい。え、オラフ君何パー？オラフ君何パー？100パーです。100パー。信じよう信じよう信じよう。じゃあ信じます。これはね、この伊豆が悪いな。これどこから起こったの？もう空気読んだけどさ、後で。いや伊豆だ。絶対伊豆からあれは起こった。バレてる。あ、本当に良くない、ね。絶対伊豆から良くない。あれは良くない。あれ良くない。良くないよね。あれを離れるわけにはいかないし、はい、いても地獄、離れても地獄。どっちに転んでも地獄やあれは。久しぶりにあんなプレイ見ましたよ。むずくてさ、会話がないからさ、あ、これ戦闘のやつがシャワー室奥行って怖かった流れやるのかなとか、なんか肝試し的な、はいはいはい、よみたいな。いや困っとだろ多分。大丈夫、また違う人です。よし。で、直め。どういうこと、どういうこと。はい、停電治らんのやば。シャワー室今4個まで開けたけど5個。シャワー室の入り口ぐらいで光って押しました。どっち側ですか？メインからですね。へえ。僕はミーティングに最初からいます。5秒最初に行っておきます。直近です。これアーカイブ誰かと一緒に湧いたと思う。アーカイブでタスクしてそのまま貨物の手で直そうとしてる。一応さっきのあの2キル、うん、の時でもシャワーで2キルなんですか？シャワーではない。あ、違うの？見てなかった。ただイズオラハタマオはほぼ一緒にいた感じなんで、うん、トータスもいてた。あ、トータスもいてたか、うん、ゲンガル、その僕が後から来たじゃないですか、シャワーに。僕よりも僕よりも前に来た人っています？こう例えば 3,4 人で最初いて後から入ってきたみたいなのもない？もうずっと一緒にいた7人って。俺ちょい後で、うん、あ、すごいことなってるって思いながら入った。あそこもちょい後ですね。うん、内宮くんが貨物アーカイブに湧いてないのが、そのマオハタオラが貨物ら辺で湧いてて、それが証明できとるんで。はいはいはい、あ、そっか、そうだね。はい、右側に藤宮いない、ね、そうそう、いないから、左かなと思っとって、藤宮くんが。左全くいないっすよ。私も、まあ、死んだ、クロムさんもおっしゃったと思いますけど、私、クロムさんほぼ同じ行動で、左で全く見かけてないんで。あれでも、ゲンさんって貨物の金庫来ませんでした？2ターン前ですね、それ。あ、じゃあごめんなさい、じゃあ間違えました。うん、一応、ゲンクロが合流する前は、僕とクロムさんが米サボ直しに行っていて、僕が直してるっていう感じです。うん。あれ、クロムさんからゲンさんって白出てましたっけ？まあ、多分一緒に行動してた、うん、一緒に動いてたんで言う必要もないかなと思うけど。アルマさん、込み直したの、クロムさん死にましたけど、まあ、死んだってことは。あ、そうそう。で、クロムさんとは、多分ゲンさんとクロムさん合流するまでずっと一緒にいました。まあでも結構長いことずっと一緒にいたけど。時間が相当経ってから。いや、そうなんだよね。前半、多分僕とクロムさんはずっと一緒にいて、後半はクロゲンが一緒にいたんじゃないか。うん。まあ、2択だ。
あるゲームかなぁとは思って。まあ、ロラしてもいいんじゃない？ 7 人だし。うん。しかも停電。6人からだとロラできないから。おーい！まあ。まあ。まあ。何のまあだったんですけど。まあ、まあって言おうとした。危ない。タスクでもいいんだけど。今の地投票戦でよかった。はい。アドミンボンバーぐらいかやることは。うん、パタサコロラできんくなっちゃった。パタサコくんは昇降機右にいました。え、嘘。はい、入っていたかな多分。それと停電終わった後の話なんですけど、昇降機見てパチタスクをやって、アーカイブ、シャワー、メイン、エンジンまで行って、エンジンで最後伊豆さんをお見かけして終わりです。ん、どっから見てます？エンジン、え、どのエンジンのどのあたり？どのあたり？真ん中ぐらい？上の方とか真ん中とか。伊豆さんは上に登られていったかなって思います。ああ、じゃあ OK です。合ってます？はい、よかった。合ってます。タスクって終わります？無理。まあ無理か、あんだけ遊んでたから。遊んでたから。私は終わります。まあ僕も終わるんですけど、タスク普通にやってたから。飛行機右なら伊豆玄魔王まで厳しいかなと思います。うん、伊豆さんはやってないと思う。あ、ごめんなさい、今6人なんで、僕クルーなんで、僕が釣られちゃうと1級で半ピピ入っちゃうかもしれないから、タスク進行がいいんですが、タスク進行が無理なんだったら議論を頑張ります。ギリいける。でもまだ1分半ありますよ。誰か代わりに、じゃあ巻き戻しタスクだけ代わりにやってくんない？あとやるから。1分半でも終わんない。1分半、3キルしないとインポスターで勝てないから頑張ります。トータさんはどこ行ったんですか？エレキでずっと行ける。エレキか、うんうん、トータさんも昔1分半あったら終わるって考えてほしい。うん、あ、無理。どうやろうな、頑張ります。スキップ入れ、つられちゃうのが負け筋なんで、実戦はね、うん、自分が白だから。荒間くんシャワーの大行列の時に舐めるように獲物見てたよね。ペラペラペラ。あ、違う違う、あれ停電中だったから誰がいるのか確認してました。なるほど、一人ずつ。そっかそっか。おーおっ、僕はちょっとタスクが終わる自信がないんで言っちゃいました。タスク終わらせろよ、遊んでたくせに。まあそうですね。頼め。岡田さんがナノコさんを狂人っていう話をしていただいてたんで、頼む。いやー、タスクは終わりました。終わりました。あ、まさかった。あざさんす、あと4つ。1分あるよ、1分。いや、僕もう終わらないんで釣り入れたいっす。え、マジ？いや、だってもう僕コミスタバも直しましたよ今。誰も直せなかった。いや、タスク終わんないんだったら僕らに任せてほしかった。
いやでも2キロ起こって PP だったら嫌やったから、僕はもうわざわざミーティングから通信室まで行って行ってたの見た。まあてかオラフ君、高田さん釣ってるし、いや多分僕負けるから、議論的に投票数が、ね、うん、じゃあちょっと1個言いたいことがあって、畑坂君が昇降機の右のアーカイブから昇降機行って、でその時銀さんが、はい、昇降機からアーカイブ行ったんですよ。情報は合ってます、うん、私は畑坂さんがそもそも見えてないです。あ、見えてないっていう主張か、はい、で伊豆さんができないっておっしゃってましたけど、あれオラフさんの情報新前提の話だと思ってます。なんで私もアルマさんに投票したいんだけど、オラフさんが村なら、まあ唯一僕が反論できる内容としては、パタサコが、シャワーの中で原産が死体発見って言ってたじゃないですか。でパタサコ視点直近って言っていて、で僕はその直近とかどうのこの情報が出る、誰の情報も出る前からミーティングでボタン待機をしていたっていうことを言っているので、さもしミーティングに誰かがいたら詰む情報ではある。あでもあじゃなくて、前の情報はもうわからないんで、いや分からないじゃなくて、高田さん振った後のターンの話なんで、これって畑坂くんのキルで詰めたくて、僕は、あそうなんだ、畑坂くんのキルの方がもう詰まる。畑坂さんのお肉って見つかってないっすよね。いやでも昇降機の左に、あ右に行ったのを見て、あでもそれは今見たらヌーンが左に行ってる。でも僕は2キロ取った時点で白もらってると思うんで、魔王さんと畑坂視点で、僕がシャワーで立ってた時点で藤宮くんが右にいないってことから、いやオラフ君が強靭の線は全視点あるので、だったら死んだパタサコの話から、今回コミサコ直しました。今回コミサコ直しました。僕がマオさんとすれ違って強靭否定してる。だから僕はアルマ君かゲンさん釣りたくて、まあ、だったらゲンさんから言ってほしい。さっき言ったパタサコの情報的に直近なんだったら、僕はアルマ君から言います。でも原視点でアルマさんできないんだよ。マジ釣るんで、はい、釣る、僕はアルマ君釣らないでほしい。さすが一番硬いと思うけど、あマジか。いやこれ頑張って30秒で終わらせてタスク。オラフ君僕白だから。なんか人生分けちゃったかも。いやめっちゃ惜しい。すごい。惜しかった。オラフ君マジでよかったから。いや今の。遊びまくってたんだ。これで負けたら本当に申し訳ない。危なかった。危なかった。いやー、最後キルクルと思ってたのに。いやね、一分二キルできたら勝ってたな。いやでも、ナイスファイトで本当。危ねえ。いや意外にいいとこまで行ったな。うん、いや、ゴみたいな展開だな。人外視点からだと。いや最初イビルで見たときシャワー7ついてるからふざけてんだろう。ふざけたよみんな。いやつけたらすごいわ。俺なんか俺の一票で運命分かれたなと思ったらどっちでもよかったっていう、なんか俺関係ない。あでもあの41番面違ったも、原産釣ってインポさん残るよりも絶対に中野くん釣った方が、アルマさんが暴れて2キルで勝つルートがあるんで、ワンチャンあったんで、全然あったから。なるほど、めっちゃよかった今の。くそあそこでオラフくんの中野くんから釣りたい。悔しい。俺神がかってたな。いや惜しかった。ゲンさんもナイスギそうだったけど、ありがとうございます。ちょっと肉一ずらしました。それでパスして、うん、よし、じゃあいきますかね。はい、はいはいはい、お願いします。お願いします。いやー惜しいな、悔しいですね今のは。